総鉄グループ総鉄ホテルマネジメントサンルートホテルチェーンホテルサンルート長野ホテルサンルート長野は長野県長野市にあったサンルートホテルチェーンのビジネスホテル長野駅を挟んで反対側に位置するホテルサンルート長野東口についても本校で述べるサンルート長野は長野駅前行寺口に面する長野 NC ビルで 長らく営業していたが、2010年に80メートル西に新築された再開発ビル、ノックス末広に移転した。ホテルの施設としては、客室と会議室、朝食会場のみだが、同ビル内に各種飲食店やコンビニエンスストアが入居している。サンルート、長野東口は、長野駅東口に面するビルに、 北陸新幹線が開通した1997年にホテルコートランド長野として開業した。こちらはレストラン、宴会場も備えている。どちらも長野オリンピック後に破綻したホテルを譲り受けしたもので、株式会社さんルートを経て株式、会社相鉄ホテルマネジメントによる直営ホテルである。ホテル1階に超電バス、長野駅前案内所があり、 高速バスが発着する。ありがとうございます。